鉄板焼き銀座宮地区渋谷店さんへランチにお伺いしたわ。12時に予約していたのだけど、客はうちらだけだったわ。銀座にあったお店は閉店してこちらに移転してきたみたい。店内は見るからにさすが高級店って感じね。昔行った目黒雅叙園にあるステーキハウス浜もこんな感じだったわ。ドリンクメニューね。私は宮崎ということで、日向夏のジュースにしたわ。さっぱりしていてとても美味しかったわ。肉との相性も良かったわ。さあ、これが今日のお肉よ。宮崎牛の桃とサーロインね。もも肉だけど油も乗ってて歯ごたえもあって美味しかったわ。サーロインは言うまでもないわね。店内は食べてる最中は私たちだけだったわ。貸し切りね。なんか贅沢な時間だったわ。前菜ね、宮崎牛を使ったコンソメとパプリカのムースだったかしら。夏にはぴったりで、あっさりしてて前菜にはバッチグーね。こういうゆっくりとした食べ方なら満腹中枢も徐々に刺激されるので満腹感もあるのよね。血糖値も徐々に上がるので、ドカ食いの私には最高な食べ方だわ。こちらは宮崎ポークではなくて沖縄産のアグー豚ね。お店的に宮崎産をロットの10キロ単位で買うには厳しいので、沖縄のアグー豚になったみたい。適度な塩味もあってとてもジューシーで美味しかったわ。サラダね。さあ、写真タイムね。フランベね。お酒のパワーを使って香りや味わいを激変させるの。これをやるやらないでは特にもも肉では大違いね。付け合わせの野菜も一緒に炒めていくわ。そしてどうよ、どうよ、この断面図。やっぱり焼き具合はミディアムレアに限るわね。上げていきましょう。